皆さん、こんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日はですね、私が住んでいるダバオ市の状況についてお伝えをします。2021年4月27日時点での情報です。ダバオ市のサラ・ドテルテ・カルピオ市長は、ダバオ市をですね、修正を加えた一般的なコミュニティ隔離 MGCQ の 元に置きたいけれども、健康プロトコールの遵守率が低くなることを懸念しているということが報道されています。ダボー氏のサラ市長は、ドテルテ大統領の娘さんなんですけれども、サラ市長がですね、次のように言っています。もちろん私は MGCQ を必要としています。MGCQ というのは修正を加えたコミュニティ隔離で、現在フィリピンで実施されている規制の中で、一番低いレベルの規制なんですね。 えー、そ、それを必要としてますと、サラシチョは言っています。その MGCQ に移行したいのですが、昨年の MGCQ で起こったことを経験したくはありませんと、インタビューで語っています。これはですね、2020年の7月1日から、2020年の11月20日まで、実はダバオ市は MGCQ、修正を加えた一般的なコミュニティ隔離で緩和がされていたんですね。フィリピン国内で実施されている最も緩い規制にダバオ市が移行した際にですね、外出禁止令、そして24日、 時間の禁酒令そして fm パスという食品や医薬品を購入する際に携帯しなければならない許可証っていう fm パスというのがあったんですけどもそれが解除されていた時期がありましたその際に残念ながら新規感染者数がですね増加してしまったんですねダボーのサラ市長は同じことを繰り返したくないという発言をしていますダボー市では新型コロナウイルスの症例の増加を抑制するために現在はですね fm パスはいらないんですけれどもその代わりに qr コードと携帯電話につけたり自分で紙を作って携帯したりですねそれを提示することはやってるんですけども禁止令そして外出禁止令は再びダバオ市民に課せられています現在ダバオ地域で唯一の一般的コミュニティ隔離 gcq の地域であるダバオ市は今年の2月から感染症数の減少傾向が続いていることから低リスクの年であるとされていますしかしですねさら、えー、市長は 感染者数が減少していると一般市民が満足してしまう傾向があるということを懸念してそれを指摘しているんですね。一方、サラ市長はより多くの施設の営業が許可されることからやっぱりダバオ市が一番レベルの低い MGCQ に移行することを望んでいるんですよということを発言しています。サラ市長は各都市、自治体、州の 検疫状況を決定するのは、新興感染症に関する町長官タスクフォース IATF であることを繰り返し述べてもいます。4月26日から5月1日までに行われた新型コロナウイルスのバランガイリスク分類というのがあるんですけども、区域ごとにあのリスクが分類されてるんですね。えー、それでは、ラボ市内ではハイリスクに分類されたバランガイはありませんでした。 はい。低リスクになっているということですね、全体的に。えー、サラ市長は、コミュニティ内でのウイルス感染が、えー、現在鈍化している、鈍くなっていることをデータは示していますが、これは、野望市民が最低限の健康のプロトコルを遵守することに満足することを意味するものではないと。今、レベルは低くなって感染者数も増えてはないですけれども、え、だからといってマスクを外したりですね、えー、油断してみんなが外にわーっと出るようなことは、 まだそういったレベルではないですよということを勧告しています。もうパンデミックであることにはまだ変わりがないということですね。だからこそ私たちは警戒を続けるべきなのですということを市民に呼びかけています。サラ市長はまた午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止令や24時間の酒類の販売禁止といった現在の措置がですね、すぐに解除することはないと4月28日時点では述べています。 この2つの措置は5月31日までと今のところなっているんですが、感染者数の増加を防ぐためにさらに1ヶ月間延長されることも示唆されています。はい、最後にですね、こちら、ダボ地域の感染者の状況になっています。まず黄色の四角の中ですけども、この18というのが1日に出た新規感染者数ですね。そして緑が回復者数で赤色が死者数となっています。 で、これ下の方行きまして、ダバオシなんですけれども、真ん中ですね、この18人のうち12人がダバオシから新規感染者数として出ています。続いてダバオデルスール3人、ダバオデオロが2人で、ダバオデルノルテが1人ということになってますね。 で、ダボウ地域全体での、えー、感染者数の総数が23,094人という、そういった見方ですね。なので最近はですね、このダボウ市を含めてダボウ地域は安定してきているということなんですけども、えー、ダボウ市長はまだまだ油断してはいけませんよと警告をしています。ただ、市長の考え方としては、現在の GCQ 一般的なコミュニティ隔離からもう一段階、えー、規制を和らげてですね、より多くの 企業が活動できるようにしたいんだよということを述べています。はい。私の動画ではですね、このようにフィリピン全国や私が住んでいるダ田坊シの情報についてお伝えをしています。ぜひチャンネル登録がお済みでない方はよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。